こんにちは、美容師道場の直吉です。今回のテーマはこちらです。このロングの髪をバッサリミニボブ。うわバッサリね、念願なんだよね。念願ですからね、もうしっかり切らせてもらおうかなと思います。で、大体の基本は概要欄に載ってるんですけど、モデルさんならではの骨格とか、まあ、髪多いんで、まあ、そういうところの対処方法をしっかりお伝えできればなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、そうそうそう。はい。直吉とアブタは美容に熱く仲間思いのスタッフを大募集しています。詳細は概要欄のリクルートをご覧になって、で、LINE 公式アカウントから質問やお問い合わせください。一緒に横浜ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。
はい、じゃあアンダーセクションから切っていこうかなと思います。今回アウトラインはねちょっとね結構襟足がしっかり生えてるんで、ね、まあ襟足ちょい下ぐらいを目安にちょっと切っていきます。でこういう三つ襟の角とかのチェックは忘れないようにしましょう。で、ミニボブですけどここからちょっとグラ入れていこうかなと思うんで、まあ、ちょっとねモデルさんの骨格はねここグッて入ってるんですよ。ここが一番出っ張っててこっちにグッて入ってるじゃないですか。なんでここをボックスに引いて、まあ、ちょっと軽くグラを入れようかなって感じです。はい、じゃあミドルセクションを切っていきます。でミドルセクションは縦切りで、切っていこうかなと思います。でここの段差に積み重ねていく感じなんですけど、まあ、30度ぐらいの段差がつくようなイメージで、本当ちょっと段差がつくぐらいのイメージでこういう多毛さんの場合は切っていった方がいいかなと。あんまり段差をつけすぎちゃうとちょっとね膨らみすぎちゃったりとかするので、できるだけ段差はつけない方が角度をつけすぎない方がいいかなと。でこの辺からはしっかりこうチョップでね切ってあげる方があまりこう硬くなりすぎずにいいかなと。はい、じゃあ次。はい、じゃあ上も同様ですね。上も同様、同じぐらいの角度を重ねていきます。で、まずは30度のグラをここに、重ねていって。で上を紐打ちで入れます。これだとここにもうこことここの分のグラが溜まりすぎてるんで、ちょっと上に角を取るぐらいのレイヤーを入れます。この角ですね。はい、じゃあそしたらサイド切るんですけど、サイドはここに1回集めてダイレクションかけて全部1回切ります。ここっすね。でダイレクションかけるとここにちょっとね重さが残るんで、まあ、ここを普通にワンレンで落としてここもちょっと整えちゃいます。でもみあげのこういう角ですね、こういうのは取りましょう。はいはい。でまあ、この辺もね同様ね同じように後ろにダイレクションかけて切っていきましょう。
まあ、ほとんど多分ね切るとこ出てこないかなって感じなんですけど、で、ここまで厚みがあるモデルさんなんで、ちゃんとこういう R シェイプをしてイングラとかはしっかり入れてチェックしてあげた方がいいと思います。はい、で、全部トップまで切ったら、このトップは全部後ろに集めて一回届くところまで切っちゃいます、ね、上に見てもらえると嬉しいんですけど、あった、こうやって引き出すとね、さっきのレイヤーに向かってこういう角が出てくるんで、こういうところは一回チェックで切っちゃいましょう。出てこなかったらね、切んなくて大丈夫です。はい、もっとこういうのが知りたいというのがありましたらコメントください。高評価もお願いします。お願いします。チャンネル登録は今すぐこちらをクリックリッククリック。はい、じゃあ顔周り、作っていくんですけど、今回短くするんで、まあ、ここはこうやって切っちゃおうかなと思います。で、モデルさんやっぱりこの辺もね毛量多いんで、まあ、ブロッキングとかちょっとこうえぐるような感じで撮ってますね、まあ、概要欄とか見てもらえると分かると思います。で、ここからここをこのスライスと同じように縦にこうつないでいきます。はい、はい、じゃあ、今前髪 と、ダブルバングの顔周りここに作らせてもらったんで、ここからこの顔周りをちょっと作っていきます。で、まあ、ここでまず長さ決めますね、まあ、今回はリップしたぐらいですかね。切ったんで上にレイヤーを入れてきます。でモヒカンガイドを縦に取りますね。でそうすると引き出すと、はい、ここが顔周り、こっちがバックですね。なんでこれを、前下がりのウエイトにしていきたいんで、このまま切るわけではなくて後ろに引いてこれとこれをつなげます。はい、そうするとこう引き出したときにこういう形になりますね。はい、でこの下も、まあ、ちょっと毛量多いんでこの鉢の部分まで取ってさっきのところをガイドに同じように切ります。はい、
お疲れ様でした。もうバッチシ、このイメチェン見てください。めっちゃ可愛いっす。めちゃくちゃ可愛いっすよね。可愛い。で、切り方とかはあの概要欄に書いてありますんで、そちらを参考にしてください。で、それとあとこのようにね、切りたいモデルさんもね、今募集してるんですよ。おー、ぜひともね、こうやってイメチェンしたい方は、問い合わせいただければと思うんですけど、概要欄の方に LINE 公式アカウントがありますんで、そちらから気軽に連絡をいただけたらと思いますんで、こうやってね、可愛くなれたらいいかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。アブちゃんの動画の方が市民売り上げ伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。